いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルベントレーベンテイガをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、外装面特に目立った傷はございません。走行距離わずか6000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はストームグレー、インテリアはアイボリーレザーの非常におしゃれな組み合わせとなっております。2016年よりデビューしたベントレー初の SUV ベンテイガでございます。ベントレーならではの圧倒的なデザイン性、ステータス性、走行性能に加え SUV の実用性が兼ね備えられた1台です。またこちらのお車に関しましてはオプションが豊富に装備されております。カーボン製フロントスプリッターやリアスポイラーをはじめとするスタイリングスペックが装備されておりますので、非常にスポーティーに仕上がった1台です。ヘッドライトは標準で LED ヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性、視認性ともに優れております。エンジンスペックに関しましては6リッター W12 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は608馬力を誇ります。0-100の加速はわずか 4.1 秒とスーパースポーツカー並みの加速性能を誇ります。アルミホイールは純正サイズ21インチの5ツインスポークアルミホイールが装備されており、キャリパーはブラックキャリパーが選択されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。またルーフの約 75% を占める大型のパノラマサンルーフが装備されておりますので、より広々とした室内空間をお楽しみいただけます。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されております。スタイリングスペックが装備されておりますので、非常に迫力を感じられるデザインとなっております。合わせてトランクですね、開けていただきまして、オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 SUV モデルですので容量も十分に確保されておりますし、使用感もなく綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはアイボリーのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されております。大きなパドルシフトが装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またヘッドアップディスプレイやアダプティブクルーズコントロールをはじめ、高額オプションのツーリングスペックが搭載されておりますので、安全性能も非常に充実しております。ナビゲーションは最新のタッチスクリーンナビゲーションが採用されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。また前席シートヒーター、ベンチレーターともに完備されておりますので、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。シフトは8速のオートマチックのシフトが採用されておりますので、スムーズな加速をお楽しみいただけます。走行モードに関しましてはオプションでオールテレインスペックが備わっておりますので、8段階でお選びいただけます。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく綺麗な状態を保っております。4シーターコンフォートスペックが採用されておりますので、後部座席も独立式のシートとなっており、センターコンソールも設けられております。もちろんマッサージ機能やシートヒーター、ベンチレーターすべて完備しており、オーディオに関しましてはネーム製のオーディオが採用されておりますので、ゆったりとドライブをお楽しみいただける1台です。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2017年モデルベントレーベンテイガをご紹介させていただきました。走行距離わずか6000キロと非常に低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。新車保証も平成31年の12月まで残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。ベントレー初の SUV ということで高い注目を集めているモデルです。またこちらのお車に関しましては、高額オプションのスタイリングスペックやツーリングスペックが採用されておりますので、高いデザイン性と実用性を誇ります。インテリアに関しましても4シーターコンフォートスペックや大型のパノラマサンルーフが装備されておりますので、ベントレーらしい豪華絢爛なインテリアをお楽しみいただけます。市場にも台数の少ない大変希少なモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。